ボルボ4 0 0系は、スウェーデンの自動車メーカーボルボが1986年から1996年にかけて、オランダのボルボカーズ BV で製造した小型乗用車である。3ドアハッチバックの480が最初に登場し、あと25ドアハッチバックの440と4ドアセダンの460が追加され系の3種類のシリーズがあった。 300系の後継者だが1991年までは併売された。1986年のジュネーブショーで一般向けに発表。かつての P1800 シリーズを彷彿させるボディデザインでリトラクタブルヘッドライトを採用したスポーティな4人乗り3ドアハッチバックモデル。ボルボ初の FF 駆動方式でエンジンは当時の提携先だった。 ルノーの F 型1 7 2 1 c c エンジンを搭載。1988年にこのエンジンに、ギャレット製の T2 水冷ターボインタークーラーを組み合わせ、ポルシェがチューニングをした480ターボも追加された。1988年に440が登場。480のプラットフォームジャーシを流用した5ドアハッチバックモデルで、400シリーズの主力車種とされた。 480同様、ルノー F 型 1721cc エンジンを搭載し、ターボも設定された。翌1989年後半に440のリアオーバーハング部を延長し、ノッチバックセダンとした460も追加され、こちらもターボや1.9リットルディーゼルエンジンなどが設定された。1994年のマイナーチェンジで、 フロントマスクなどの衣装が変更された。日本への正規輸入は480ターボのみで、1989年モデルが300台輸入された。内訳は、左ハンドルマニュアル車が295台で、右ハンドル AT 車はわずか5台だけ輸入された。440、460の正規輸入は一切なし。ありがとうございます。